こんにちは、春風ツアーです。オーロラツアー、今回は何泊ぐらいしたらオーロラを見られるのでしょうか。これは必ずというのが実は隠れているんですけれども、必ず見られるためには何泊ぐらいしたらいいのでしょうか。これは正直申し上げまして、何とも申し上げられません。正直申し上げてないですね。現地の係員の方に伺いますと、天気によってもしくは雲によって様々で、1週間全く見られない、つまり雲が晴れないっていう時もあれば、毎日のようにオーロラ爆発のような非常に強いオーロラが見られるというふうなこともございます。当たり外れというわけではないのですが、全くそのことに関しては予測ができない。オーロラ発生そのものと、それから地上の天候の様子と2つの要因がありますので、何泊というのは非常に言いにくいと。ただ2週間の間で1回も見られなかったということはないとおっしゃっていましたので、2週間14泊されれば必ず見られるのではないかと、これまでの経験ではそのように考えておりますが、14日間もここにいらっしゃる方はいらっしゃらないですよね。これは各地のオーロラリゾートで使われている謳い文句です。鑑賞率 95%、 これは北米のあるオーロラリゾートなどで使われているところです。それから年間晴天日260日、これも北米のあるオーロラリゾートで使われているキャッチコピーです。それから3泊すれば1日は見られますよ、これは北欧のあるオーロラリゾートのキャッチコピーです。この中に含まれている意味で書かれていない言葉として、オーロラの出ている時間っていうのが入っているんですね。つまりオーロラは日没から日の出までの間はいつでも見られる可能性があるわけです。ところが実際に日本から行かれるお客様、もちろん世界からいらっしゃるお客様が日没から日の出までずっと見ているわけではないので、ここの数字というのは実はあまり当てにならないんです。例えば朝の5時とか朝の6時、日の出直前、日の出少し前ぐらいに出ても、その時にオーロラを見ていらっしゃる方というのは実はほとんどいらっしゃらない。北米ではだいたい3時ぐらいにホテルに戻りますし、北欧では12時から1時ぐらいにツアーが終了します。その後ご自身で行かれる分にはもちろん構わないんですけれども、そういったことを含めた場合、この3つのコピーというのが可能性として出てくると。あくまでも日没から日の出までの夜の間を通してという意味になっておりますので、かつこの年間晴天日260日というのはオーロラシーズンではない5月から7月を待つまでも含めた数字です。ですので、一般的にはだいたい3日から4日ぐらいいると1日は見えますよねという話で落ち着きますが、こればかりはちょっと何とも申し上げられないです。できれば長い滞在をお勧めいたします。ありがとうございました。